総務省の家計調査が公表され、餃子の年間購入額でおととし日本一位だった浜松市は、去年は惜しくも2位となりました。総務省は去年12月度の家計調査を今朝公表し、浜松市役所では去年1年間の餃子購入額を集計しました。その結果、浜松市の餃子購入額は3506円で全国2位、1位の宇都宮市は4359円でした。浜松市の去年の餃子購入額は首位だったおととしの3501円とほぼ同じでしたが、宇都宮市がおととしから1000円以上も購入額を伸ばしました。超悔しいです。我々の消費単価自体はですね、昨年並みということですので、宇都宮市民さんの皆様がですね、頑張ったということだというふうに思ってますので、我々もこれも負けないように頑張りたいと思います。浜松市の鈴木市長は、浜松市と宇都宮市が中心となって日本の餃子文化を盛り上げていきたいとコメントしています。